福山丸どうも、霊丸です。ということで本日はね、金番。ということで、霊丸の金番、始まりまーす。イェーイ。まあね、前はね、編集、めちゃめちゃカット編集して、霊丸の金番やったんですけど、今日はまあ、フリートークという形で、ラジオ形式というよりかは、カット編集なしでちょっと、やってみたいなって思います。まあ、いろいろ試してね、霊丸に合うのを探しているので、皆さんぜひね、よろしければ最後までお付き合いください。で、今日の乾杯ドリンクは、こちらのね、レモンサワーでございます。あ、今日もお疲れ様でした。本当に今日はめちゃくちゃしんどかった。今日はですね、6月21日日曜日の、現在23時4分なんですけども、霊丸は今日は朝の10時出勤の、夜10時上がりでしたね。はい。で、速攻、もうめちゃくちゃ速攻家帰ってきて、もう速攻、家帰って5分ぐらいで動画撮ってます、今。っていうぐらい。なので、ちょっとね、皆さんと一緒に楽しみたいなって思います。では、投稿日は金曜日なので、皆様、今週もお疲れ様でした。乾杯。かん。では、いただきます。あ、もちろんね、明日も出勤あるんですけども、まあね、今日のメインディッシュはたこ焼きやな。サムネイル撮ろう。今日の晩ご飯はちょっと冷凍のたこ焼きをいただきたいなって思います。いやー、疲れたね、久しぶりに。なんか、会社にというか、仕事場に12時間おったんかな、合計。疲れた。さすがに疲れる。うん。今日はね、なるべく編集なしでいきたいなって思ってるので、って言いながらもめちゃくちゃ編集するけどね。はい、でも今日はフリートークしたいなって思います。今週は、まあ、今日かな終わったんが、乃木坂46の46時間テレビが終わりましたね。皆さんずっと見てましたか？レイマルはたまたまライブの時に休憩やって、IC 見れました。乃木坂4期の IC を、アメーバ TV で休憩時間、携帯で見れましたっていうぐらいかな。それ以外はあんまり見てないんですけど、46時間テレビは乃木坂やからこそできるかなって思っておりますね。で、今ね、この動画、見てくれたらわかるんですけど、前髪を切らない宣言をしてから、もう前髪、伸びんの早いんよ、髪の毛。めちゃくちゃ。なんで、ちょっとうざなってきました。めっちゃ切りたい。うん。欅日向がどう動くかはわかんないですけど、まあまあまあ、メッセージがね、今月の29日やったかな。欅の新2期生と日向の新3期生たちがメッセージとブログ、個人ブログが始まるので、それも楽しみやなって思いますし、それのタイミングで、欅日向のメッセージ、全員分、撮る予定なので。で、それで1ヶ月後に、メッセージ、誰がこれぐらい来たよとかいうね、動画を出したいね。っていうね、動画を出したいなと思ってるので、それ皆様楽しみにしておいてください。まあ、1万5千円ぐらいでね、全部撮れるんかな。なので、それで撮りたいなって思ってます。カット編集むずいってなんか難しいな。生放送じゃないし。まあ、ちょっと今週はちょっと雑談に付き合ってほしいな、レイマルの。リスナーさんには、やっぱり仕事って今、高校生とか、大学生の方とか、まあ、社会人の方ももちろんいると思うんですけど、もう好きなことを仕事にするのって難しいし、なんか、好きなことを目指すために今耐える時もあるじゃないですか。例えば学生やったら、欅のライブに行きたいから、欅のグッズを買いたいから、まあ、辛いアルバイトするとか、もあるかもしれない。金稼ぐために、何々するために今これしてるとか。もしくは好きなことを今してるっていうので、まあ別れると、別れるというかまあいろいろあると思うんですけど、レイマルは今好きなこと、叶えたい夢をするために今このお仕事してるし、このお仕事で学べることは学んで次に生かそうっていう感じでそのお仕事についてるので、まあ今やってる仕事が本気でやりたいかどうかは、まあそうではないんですよね。まあ次に繋げれる場所だからこそ働いてるみたいな感じなので、まあね、今日初めてかな、4月に入って、初めて仕事おもんなって思っちゃって。仕事おもんなって思った理由は、シンプルに、忙しいとか、辛いって思ってしまったからよね、今日は初めて。なので、まあね、好きなことをやってたら、まあ好きなことをやるからこその辛さもあると思うんですけど、また、それとはまた別の辛さがある、だから今日は。いや、これ早く帰りたいなって思ってしまったんよ。あかんねんけどね。今学生の人は、まあ、自分の将来の夢ない人ももちろんおるから、それを探すために、成長できる場所でね、社会人になってほしいなとは思います。
うん、次に行かせそうな場所、人がいいとかやりがいがあるとか、いやでもやりがいとかもう入ってみないとわからないんで、それはね、まあ、就職活動するにあたって難しいとは思うんですけど、まあ、就職活動は、まあ、どうせやるからにはね、どうせ男の子とか特にね働かないといけないし、まあ、女性の方も、まあ、今は共働き人が多いので、まあどうせ就活やるんすよ。やらない人は全然いいんですよ。それはそれでまた新しい道とか、まあ学問学ぶとか勉強するとかもあると思うんですけど、でもちろん就職する意味がないっていう方は、あの就職しなくてもいいと思います。だからニート、いわゆる全然ニートも悪くないからね。好きな時間誰にも縛られずに、まあ、自分の好きなことを追い求めるっていうのもあるので、令和ロマンはネオム職を目指してるんよ誰にも縛られない、シュートとか、出勤時間関係なしにお仕事はあるけど無職みたいな。もちろん保険とかは降りないかもしれないけど、別に今行けるんやったら別にいいかなって思ってる人もいるじゃないですか。まあ、俺も別にそれでもいいかなって思うので。っていう感じでね、ちょっとね、たまにこれを独り言でね、レイマル家でね、この部屋で喋ってる時あるんですよ、カメラなしで。なので、なんか、ね、まあ、親には感謝してるかな。こういう気持ちで、ずっとな、何十年、レイマルを二十何年育てたって考えたら、二十何年働いてるわけだから、ねえ、すごいなって思います。親には感謝ですね。うん、ありがとうございます。伝わらんけど、この流れ。ああ、レモンサワーうま。まあね、こんなお酒で浄化するっていう感じっすよ。はい、ごめんなさい、ちょっと黙ってましたね。あー、もうなんかちょっと一人でやみそうなので、ちょっと動画止めたいなって思います。はい、今週も本当にね、皆さんお疲れ様でした。はい、ということで、まあね、来週も欅日向の動きあればいいなって思っております。ということでね、本日も欅日向音の皆さんお疲れ様でした。ということで、来週もまたお会いしましょう。バイバーイ。